それではダウンタウンブギウギバンドの身も心も、結構前に解説動画を作ったんですけど、その時はタブもなかったしということで、これでまあもっとゆっくり解説してほしいというリクエストがあったんで、再度まあギターソロだけを3回に分けてやね、イントロ、エンディング、イントロ、中間ソロ、エンディングやね、その3つに分けて撮ることにしましたということで、まず今日はイントロだけで、ちょっとね、ライブとかが入ってきてかなり曲を覚えなあかんようになったんで、ちょっとリクエストの曲をやる時間がなかなかできないかもしれませんが、まあなんとか時間の時にやっていきたいと思うんですけど、まあ今日も時間があまりないんで、まあイントロだけということでやります。でさっき弾いたのをもう一回弾くと、感じのギターソロで、とりあえずちょっとずつやっていきます。まず頭のフレーズがこれ、キーは Am なんですけど、 Am のこの5弦ルートのここでペンタトニックになります。これで3弦の14へ行って、2弦の13、15で15チョーキング、まあ、ビブラートかけて、で次に2弦の15を今度チョークダウンやな、チョークダウンして13で12、3弦12、4弦14、人差し指で、2弦3弦の12をバレーして、これでここで4弦の14を押さえる、この形で、もう一回これがいって、で15チョーキングで上がった状態で今度3弦の14を2回こういう感じ。15チョーキングで下ろしたとこでまた弾いて、こういうメロディーだったね。こう次にまあ2弦チョーキングで下ろしたところで2回弾くよね。で12、3弦の14、12で12から14へハンマリングで、その次がこれが、2弦の15を3回チョーキングして、次の小節でもう1回チョーキングやね。で1弦の15、12、2弦の15で13から12へプリング、3弦14、3弦12で12から14へハンマリング、でもう一回この、3弦14、2弦13、15のフレーズで、でまた15チョーキングで、また上げた状態で止めて3弦の14を2回で、2弦15チョーキングで下ろして2回弾いて、これで3回目弾いて13で15やね。
ここで15チョーキングしてもいいし、本物はなんかこんな感じで弾いてたんで、まあ一応そういう風に変えておきました。で17で2弦の13から12へプリングして、3弦の12、14で、4弦の14へスライド、あるいは12から14へハンマリングとか。もう一回いきます。ゆっくりいきます。ということで今日はこれだけですけども、イントロでしたということで終わります。